1月24日、まさき町筒井のエミフルまさきグリーンコートで、愛媛 FC2016 キックオフフェスタが開かれました。2016シーズンを戦う愛媛 FC トップチームと愛媛 FC レディースのお披露目となるこのイベント、それぞれのチームの監督と選手の代表がシーズンにかける思いを話しました。我々はなでしこリーグ2部に所属しております。男子で例えますとも J2 です。で、選手たちは、アマチュア選手として活動しております。ただサッカー選手としてというところは、トップチームと何も変わりはないので期待してください。皆さんの応援が力になります。ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。目標達成に向けてチーム全員で常に前を向いていきたいと思います。ホーム戦はぜひ皆さん会場までお越しください。一試合一試合全力で戦います。今後もレディースの応援よろしくお願いします。今年も、去年以上に変わらぬ大きな声援を、我々にいただけますようよろしくお願いいたします。いろいろなことがありますけど、とにかく大きな夢を持って、全員で進んでいこうと思います。その中で、コツコツと積み上げる実力をつけることもしっかりやりながら大きな夢を持って、今年去年よりも進もうと思って、全員で頑張ります。今年は本当にいろんな意味でプレッシャーのかかる、もしかしたら去年より難しいシーズンになると思います。でも僕たちは最後まで諦めず戦う気持ちを持って皆さんと共に最後まで、走り抜きたいと思います。ぜひ、長いシーズンになりますけど共に力強く戦ってください。今年も熱い応援をよろしくお願いします。また2016シーズンのユニフォームの発表が行われたほか、愛媛 FC トップチームに新加入した4選手の紹介も行われました。このようなね、たくさんの方に、集まっていただき、本当今年1年間、チームのためにしっかり、頑張りたいなと思いました。自分の良さはまあ、ゴール前に入っていく迫力だったりとか、まあ、得点を取るところだと思うのでそこを見てほしいです。特徴であるユーティリティ性っていうところは見てほしいですし、まあ、あとはゴール前で体を張る部分とかチームのために頑張りたいと思います。 J1 目指して頑張るのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。会場には愛媛 FC カラーであるオレンジ色のウェアを着た多くのサポーターが集まり熱気に包まれていました。愛媛 FC 開幕戦は2月28日にアウェーで行われる清水エスパルス戦、ホーム開幕戦は3月6日に行われるモンテディオ山形戦になります。選手たちの活躍が期待されます。以上で愛媛 FC